はい、技術で日本を元気する絵画骨董買取プロ、世界を日本美術で元気する集華堂の田中でございます。さて、怪しい絵展、2021年3月から始まるんですけども、このチラシに出てるのは藤島武二の絵ですね。藤島武二ってね、ご存知ですかね。まあやっぱりその大学アカデミズムの中にいた画家と言っていいと思いますね。結構日本の美術史を見てると藤島武二を師とし、というような人が結構作家のプロフィールに多いと思うんですけども、まあアカデミズムの中にいたと言いながらも、どっかロマン的なものを感じさせるのは藤島武二の絵ではないでしょうか。僕なんかはわりかし、なんかそのなんか独特の何か、そうだな、女性的なものというか、なんか女性を取り巻く物語みたいなことにね、なんかこう深い思いがあったような気がしますよね。藤島の絵の世界っていうのはまた一つの、これはこの作品は1904年ですから、まあ、明治の最後の方ですよね。大正時代に差し掛かるところでですね、やっぱその時の空気をまとってるっていうのは、まあ、この絵を見てもわかると思います。怪しい絵にこれ入れてきたわけですから、その怪しい作家として藤島を取り上げていくのかどうかわかりませんけれども、まあ、このどうだろう、そのクオリティという意味で言ったらですね、ある意味で言ったら、今写実っていうのブームということを言われてますけども、今の写実ってもうちょっと写真的な要素、その写真っていうものにちょっとこう寄ってって乗っかってってるようなところがね、ちょっとありますけども、この頃まだ写真っていうものはそんなにリアリズムを言うほどの精度ありませんから、まあ、筆は筆の方で、筆のリアリズムをこう追い求めていてですね、写真というものはまだ頭にカラー写真なんかないですから、ない中で一つのリアリズムを追い求めていったっていうことでですね、まあ、フレッシュなものがあるという感じがするんですね。一度人間で写真と知ってしまったら、まあ、写真でも漫画でもそうですけど、一度人間で一つのデザインを知ってしまうと、そこから離れるか近づくかっていう、まあ、二択になっちゃうんですよ。知らなければ二択じゃなくて、無限の選択肢があるわけですけども、だから知ってしまうことの悲しさってなってね、現代人は絶対に知っているので、映画も写真も漫画も知っているので、知ってるところから外れるかどうかっていうテーマが出てきて、特に日本人は嵐の型にはまりやすい民族なんで、そこから逃れるのは大変なんですけども、そのはまりようはない内地だよね。まだ漫画も今みたいな意味での漫画がなかったですからね、その時代の図像というものをね、しっかり見ておくということは、またこの一つの美術の喜びではないでしょうか。ということで、藤島武二の絵をですね、買いたい方、売りたい方、買いたい方いらっしゃいましたら、こちらの絵画骨董買取プロ 0120-126-50、LINE 査定はこちらの方までお願いいたします。